皆さんこんにちは。ゼルダの伝説のプロデューサーをしています、ひげのおじさんこと任天堂の青沼英二です。いよいよ発売となりますゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D、 そのゲームの舞台となりますタルミナの世界を私が実際にゲームをプレイしながら皆さんにご紹介したいと思います。はい、クロックタウンに来ました。クロックタウンはですね、下の画面にマップが表示されてますけど、全部でですね、東西南北4つの領域に分かれてます。今私がいるこのハイライトされている部分が南側ですね。真ん中なのに南ってのはよく分かんない感覚があるんですけど、まあ一番印象的なこの時計塔というのがあって、まあリンクは最初ここにこの世界に迷い込んできた時にここからスタートするわけですけど、下の方に行くとこんな矢倉が組まれてますね。これお祭りがこれからですね、ここで開かれる、毎日ちょっとずつこの矢倉がですね組まれていくんですね。でどん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 祭りに近づくにつれて、世界がやばいことになっていく。あとこっちから歩いていって、ここに門番さんがいますけど、ここを出てくとこの世界の南側に出ていけるというところですね。ちょっと上の方に行きますけども、こう移動していくと、はい、ここになんかこうやたらとこう手招きしている人がいますけど、人は何をしているかっていうと、はい、お金をね預ける、まあ銀行ですね、ね、ルピーを預ける、下ろす、自分の持ってるルピーをですね、預けたり、ここからお金を引き出したり、このゲームね、自分の稼いだルピーをちゃんとここに預けないとえらいことになりますんで、ゲームの途中でルピーが集まったらここに来てお金を預けてください。そこにフクロウの像があります。これも今回リメイクでですね、新たに追加されました、セーブポイントです。ここでしっかりセーブをしないとこれもまた大変なことになるので、こうちゃんとやってください。で、北に行ってみましょう。はい、北に来ました。はい、不思議な風船にでぷかぷか浮いている人もいます。これはシリーズのシンクルさんですね。おなじみなのかな、よくわかんないけど。あとですね、ここに少年がいて風船を割ってますけど、これジムっていうね少年なんです。彼も非常に物語に重要な関わりを持ちますので、よく覚えておいてください。ここからですね、ずっと行きます。はい、北から今度は、はい、東に抜けてきました。ここにはですね、町長皇帝、この町の、町長さんが住んでいるところがあります。ここに入ってみましょう。受付の人がいます。はい、なんか会議してるみたいですね。で、右の部屋はアロマ夫人がアポなしだと怒られる、まあね、普通怒られますけど、ちょっと町長さんのところ行ってみましょう。ごめん、蝶々さんじゃなかった蝶々さんこっちじゃなかったすみません、今のがアルマ夫人です、ね、こっちは蝶々さんです、ね、なんか怪しい女になっちゃった。お、住人は避難してる、避難勧告、何やら怪しい、蝶々困ってますね。月が落ちてくると思ってるのか、これデマだと言ってますね、この人たちは。やっぱり祭りをやりたいんだっていうね、避難しなきゃいけないって人と祭りを実行するっていう人との間にこう挟まれて、
ちは非常に待っております。嫁さんの話はね、このスタッフの心の叫びのようなねよくわかんないですけど、まあそんな街の中が大変なことになっていてというようなことがこういう形でわかるわけです。町長公邸を出てずっとで、ここまたちょっと広場みたいなのがあるんですけど、ここにね、これオカリナの時もちょっと出てましたけどね、玉をふわふわする、怪しい表現です。ふわふわしてほしい、ね、こういうちょっとこうゼルダでいうところのちょっと毒気のあるキャラクターがやたりにたくさん出てきます。これさっき少年ジムっていう紹介しましたけど、ここにまたもう一人同じような少年です。彼らはですね、街の中のことをいろいろ調べているボンバーズというね、グループの子供たちなんですね。で、彼らがいろんなことをですね、この街の中の情報を持ってますんで、山里の鍛冶屋は剣を鍛えてくれるなんてのことをいろいろ教えてくれる。あ、出てきましたね。これ情報をいろいろ聞きつけると、今回無地の亀 3D から新たに手を加えて作った団員手帳の事件メモっていうところに新しくこう事件がですね登録されるんですね。これいつでも見ることができて、スタートボタンを押すとですね、今まで見聞きした事件みたいなものが全部こう確認できる形になってます。これ今回非常に便利で、この街の中の出来事をいろいろこう調べたりすることに非常に有効になりますので、これを使ってですね、街の中の事件をいろいろ調べていってください。で、この東側にはですね、なんかタコのね、看板。このタコといえばゼルダでおなじみのオクタロックですけど、ね、町の射的場、はい、射的です。まあミニゲームですね。腕が自信あるのやつ遊んでいけない、結構高いですね、20ルピー調子に乗ってミニゲームばっかりやってるとお金どんどんなくなってったり、腕に自信のある人はどんどんお金も貯まっていくんですけど、時間があったらここに来て射的をやってみてください。はい、この東側に実はクロックタウンでとっても重要なんですね、鍋釜亭という宿屋があります。入ってみましょうか。あ、夜になっちゃいました。あと60時間です。やばいやばい。鍋釜亭にようこそ。はい、松井流はね、予約がいっぱいでっていうふうに断られちゃいます。ご論族がね、ご論族のお客さんみたいですね。まあ非常に意味深なことをね、この鍋釜亭の安寿さんというね、人ですけど言ってます。泊まるとですね、なんかいいことあるのかなみたいなことでいろいろやってみようと思うわけですが、まあ、そこにはいろいろ工夫が必要で、どうやったらこの鍋釜亭に泊まることができるかみたいなことも、あ、ダメですね、入れないですね。よいしょ。従業員室入れないだそうです。まあ、やっぱり泊まらないとね、この宿屋の中のことはいろいろ探ることができない。じゃあどうすればいいのかみたいなことはまたゲームの中で。あ、おばあさんが一人いますね。いきなりトータスと言われました。はい、ここにね、今アンジュのおばあさんという人に会ったので、初めて会う人がね、あえて会って話をすると、こうやってこの団員手帳にその人の顔と、それからその人はどういう人なのかで、何に関係している人なのかみたいなことがこの手帳に書き込まれる形になってます。これを使って誰が何に関係しているのかみたいなことを推理していく。
そうすることで今までできなかったことができるようになってくるっていうね。なのでさっきの手帳をうまく使ってこの宿に泊まるにはどうしたらいいのかみたいなことが、まあ、ゲームになってますので、いろいろやってみてください。西側はこういうふうにずっとこう階段状の、ね、場所になっていて、ここは何でしょう、マニア、何でしょうマニアとは、わかりますマニアなんて言っても何のことやらない、まあ、マニアというね、言葉から来てるわけですよね。何がマニアなのかというと、買い取り前評価と高値で買い取る、まあね、いろんなものをこう売ったり買ったり、できるところですね。またね寄ってくれよと。実はここはゲームの中でも結構大きなドラマを展開している場所です。何かを手に入れてここにこう売りに来る、その結果として、一つの大きなドラマがまた展開するということになりますので、ここもしっかり場所をよく覚えておいてください。さあ次は、はい、来たら門下生最強の道場行ってみましょうか。剣の腕をね上達させてくれる、まあシリーズよく剣道場というのがありますけれども、まあここにもそういうものがあります。ね、やりません、やってると大変なのでこのクロックタウンの街の中のお店に行くと、この牛の像が置かれてるんですね。これはちょっとどこにこの牛の像があるのか探してみてください。あ、こんなとこにも牛の像がという、探したから何か起きるってわけじゃないんですけども、すごいここに怪しいお姉さんたちがいるのなんか思ってますね。話しかけても邪魔をするなと言われてあります。まあ、この人たちにもあるアイテムがあると絡むことができますので、はい、次こちら宝くじ屋ね、夜はなかなかどこもやってないんで、はい、じゃあもう一回南に戻ります。はい、南に戻ってきました。ちょうどね朝になりましたね。ということは1日、経過したわけです。ここにちょっと階段があるので、洗濯場、洗濯場ってね、ここにね、カエルがいたり、カエルがいるんですけど、カエルですからね、話すことも何もできません。ですけど、あるアイテムがあるとこのカエルと話すことができて、そこから物語が展開します。ここをずっと行くとね、まだ入り口になります。カエルをすると影がかかって、この意味深な何時から何時までとかなくて、単に鍵がかかっているというふうにね言われて、これね、ここも非常に重要なポイントですので、よく覚えておいてください。駆け足でですね、紹介してきましたクロックタウンね、何がどこにあるのか大体お分かりになっていただけたかと思いますけれども、私のダラダラとしたこの語りに長く付き合ってくださった皆さんにですね、ここでとっておきの情報をお伝えしましょう。たくさんのミニゲームがありますので、そこでいろいろ遊んでるとだんだんお金なくなってきます。お金なくなってくるともう全然遊びませんから。でも実はこの町にはですね、すごい大きいルピーが眠ってる箇所が1個ありまして、これ実は私もですね最近になって知ったんですねなんてことかって話ですけども、そこにちょっと行ってみましょうね。ここは西側ですね、東側をですね、ここをずっとこの階段を上がっていくと、まあ、ここに段差があるんで、ここをですね、はい、回転しながら行くとピトッとこう止まれるわけですね。でここから向こう側の段差にまた行きたいんですけど、ここはもう絶対止めませんから、このギリギリで行くと、よいしょよいしょよいしょと ここまで行けると。これなかなか見つかないですけど、ここを上がっ
てくるっとこう来たところに、はい、宝箱があります。ね、全然知りませんでした。知ってる人はね、オリジナル遊んだ人で知ってる人はいるかもしれないですけど、これを開けます。ザザーンと、ね、銀のルピー100ルピーですね。これですね、実は、このゲームってその3日間を何度も繰り返すゲームですけど、初日に戻る、ね、オカリナを使って初日に戻るんですけど、そうするとこのルピーが復活してます。ってことは、先ほどお伝えしましたけれども、このルピーを銀行屋さんに、銀行屋さんって言わないか、銀行にですね、預けておくと、預けてまた初日に戻るとまた100ルーピーがあそこに眠っているといった形で、ここにどん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 お金を預けていくと、ね、もう腎臓にお金が溜まっていくわけですね。まあ、毎回その、リセットしなきゃいけなかったりとか、それまでやってることも全部そこでまた消えちゃいますから大変なんですけど、まあ一回こう、いろんなことやってまた町に戻ってきて、さあお金預けなきゃいけないぞってなったら、宝箱を開けに行くとか、そんな形で遊んでいただけると非常に楽になっていいんじゃないかなと思っています、はい。では今日は、クロックタウン、お送りしました。次回はですね、このクロックタウンにあります一つ一つ のお店、今日はですね本当に時間がなかったのでざっとご紹介する程度でしたけれども、そこをに入ってですね、実際にそのミニゲームなど遊びながら、また皆さんにそこにその遊びをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。